はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はちょっと割と強めの雨降っておりまして、なかなかねオープニング撮れそうにないので、普段とは違ってちょっと携帯で撮っております。だから音声があれだったらすみませんが、本日はですね、上昇屋さんというデカ盛りの有名店に来ております。こちらのお店さんはですね、デカ盛りの定食が有名でして、いろんなメニューがあるんですけれども、その中でもですね、屋号がついた上州屋炒め、そして上州屋カツと、そういったメニューがありますので、本日はそちらの2種類食べていこうと思います。まだちょっとねオープン前ですので、もう少々、あくまで待ってから美味しいご飯食べたいと思います。ということでですね、ただいま本日いただくもうメニューもね到着しております。上州屋さんに入っておりまして、今回いただくメニューデカ盛りやばいです。めちゃくちゃうまそう。各種ですね食べながら、どんなメニューなのか説明するとして、早速いただきます。そしたらまずは上州屋炒めかな。炒め物は熱いうちにということで、こちらのメニューはですね、具材の内容でいうとチャーシュー、ナス、ピーマン、キムチの味噌炒めということで、ちょっと伝わるかわかんないですけど、このチャーシューの大きさね、マジで炒め物に入ってる大きさではないぐらい贅沢なんですけど、いただきます。うん、うまいな、やばい、これ米だな、うまっ。やばいな、ちょっと濃いめ甘めの味噌味にピリッとしたキムチの辛みと、またね相当チャーシューとかご飯が進むおかずばっかりで足んないな、これやばいな。うん、そしたらカツいきますかこれねめちゃくちゃ分厚いですよ。すっげえ箸で持てないぐらい柔らかい。いただきます。はいはい、ちょっと待ってうめ。このカツがですね、角煮と同じお肉を使ってるってことで、柔らかさが半端じゃない。うまい。最後に上州屋さん来たのいつぶりかな。おそらく前回いただいたのが角煮だった記憶があるんだよな。それもねものすごく柔らかくて、個人的ですけど今まで人生で食べた角煮市場でこの角煮が一番美味しかった。だから今日は悩んだんですけど、まあ、そのねお肉使ったカツがあるってことでこれ頼んだんですけど、今日も大正解。
たら一旦このカツにソースかけましょうか。本当にね、冗談抜きでベースのお肉が美味しいんで、お肉の旨味と衣のこの甘みとか香ばしさ、それだけで十分ご飯食べれるんですけど、やっぱねカツといえばソースということで。これやばいです。これ分かりますかね、このやばさ。この厚みにソースの感じ、たまんないですね。じゃあちょっといい、ソースではなくて、これ、ね、お肉が美味しいんで醤油とわさびでいきましょうか。ここのカツは個人的にはお醤油とわさびの方がソースより好きかも。やっぱベースがうまいんだな。うわー、これたまらん。もともとですね、前回来てからずっと来たかったんですけど、やっぱり上州屋さんって夜の営業しかやってなくてですね、うちもどうしても娘が生まれてから夜は一日の最後は帰って起きてる間に会いたいということで、ここ数年できる限り夜の撮影っていうのを避けてきてはいたんですけれども、ただもうさすがに我慢できないということで今日来たんですけど、いやマジで念願だね。ここ何年もずっと食べたいと思ってた気持ちも上乗せされてね、今日さらに特に幸せです。そしたらせっかくなんでこの上州屋炒めにマヨ、やっぱりですね、ラーメン好きに関しましても本当に嘘偽りなくずっとラーメンが好きなので、どうしても動画が増えてました。ただやっぱりね、この自分の好みに合う美味しいおかずと美味しいお米に合うと、改めてねちょっと自分が米好きなんだなって思いますね。やっぱり大盛りの米と美味しいおかずは最高に幸せです。うまい。ちょっと我慢できないなこれ。すみません、はい、お味噌汁の追加と、あとすいません、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ということで、もうちょっと我慢できませんので、今回ノンアルとね合わせていただきますよ。ちょっとどっちで合わせるか悩むんだけど、まずカツいきますか。残りこれ1枚4つあるので、半分はおソースと、残りの半分はお醤油わさびでいただきましょう。あーでもお酒に合わせるんだったらやっぱりソースマヨがいいかな。始まってから30分ちょっとずっとね頭をよぎったんですよ。こいつが飲みたいと。30分我慢した結果の
このカツとノンアルなんでね、言わずもがな、最高です。いるなぁ、これ。これタレもったいないなぁ。これせっかくならこれタレごと残りいっちゃうか。究極のデブ飯が完成してしまった。ちょっと一味足してと。これはやばい。そしたら本日の残すおかずはこちら上州屋カツ一切れのみなので、残ったノンアルと一緒にいただきます。ということで、本日はですね、僕の動画ではもうほんと数年ぶりとなります。こちら上州屋さんでですね、お互いヤホーがついたメニュー、上州屋炒めと上州屋カツオ。こちらはメガのおかず、で、ダブルのおかず、そしてトクトク萌えのご飯といただきました。やっぱりですね、最高のお店でございます。ね、今まで来た中で他のお客様を見てもですね、本当に全てが人気メニューと言いますか、もう全品が美味しいのに、料理のね、数もすごく多いので、やっぱりですね、いつ来てもどれ食べるかね、ちょっと迷っちゃう名店なんですけれども、皆様にもですね、ぜひ、僕の中のデカ盛り市場の中では本当にトップクラスに、どれを食べても美味しいお店さんでございます。ぜひ来てください。ただですね、ちょっと一個注意点がありまして、今日僕もですね、撮影をさせていただくので、オープン前からお店の前で待っていてですね、6時から入店させていただきました。開店時間は18時からなんですけれども、お店の横にある駐車場に関しては、向かいのね、クリニックさんが使用されている駐車場となっておりまして、19時までは使用不可となっております。早い時間にね、いらっしゃった際にはですね、このお店からちょっと裏手に入ったところに専用駐車場が4台ございます。で、そこがですね、満車の場合には、近隣にもいくつかパーキングがございますので、有料パーキングをご利用していただいてですね、お店のご迷惑にならないように、ぜひ食べに来てみてください。はい、ということで本日のご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。